杖立て温泉は、熊本県阿蘇群小国町にある温泉。温泉街の一部は、大分県日田市に広がっており、両県をまたぐ宿泊施設も存在している。湧出温度が、約摂氏100度である。杖立て川沿いの谷間の境地に、大型旅館やこじんまりとした旅館、当時客を対象とした旅館など様々な旅館が19軒、存在する。温泉街では、 湯めぐり手帳を発行している。共同浴場は5件存在する。元湯、薬師湯、御前湯、龍泉湯、第二四然湯である。また、足湯のある公園も存在する。なお、東温泉一帯は、矢場北英彦山国定公園に含まれる。平家湯伝説によると、王神天皇の産湯として使われたとされることから約1800年の歴史があることになる。 その際に使われた源泉が、現在の共同浴場元湯の地から流出していたと言われる。ただし、現在の元湯は湯船の地での流出ではなく、別の源泉からの引導である。杖立ての地名は、一説には、杖の助けを借りてやってきた人が、当時により健康を取り戻し、帰る時には杖なしで住むという具法大使の由来から、名付けられたものとされる。 一家の単価が温泉名の由来となった。湯に入りて病治ればすがりてし杖立ておいて帰る。諸人、工房大師一方で、温泉街の西側の一部が所在する大分県、日田市には杖という地名が見られ、杖立てと関連があると考えられる。地理学者の松尾敏郎によれば、中国、四国、九州地方に多数存在する杖という地名は、海湯、つえると、 同梱で崖を意味する地名の一つであり、杖立ても同様ではないかと疑われる。江戸時代は、熊本藩の御前湯が置かれた。現在は共同浴場御前湯となっている。明治時代以降は、野口宇城などの文化人も訪れた。戦後は、昭和28年西日本水害により、旅館等に被害を受けたものの復興し、九州の奥座敷と呼ばれ、観楽街温泉としても栄えた。 その後温泉客の思考の変化などに伴い、金傍の黒川温泉などが脚光を浴びるのとは対照的に衰退する傾向にあった。しかし近年、温泉情緒や歴史的由来等瀬戸屋と呼ばれる街並みの散策、虫湯などの特徴を生かした街づくり的活動が盛んになりつつある。恋のぼり祭り5月の風物詩として河川をまたいで、 群れをなすように鯉のぼりを泳がせるイベントが全国で見られるが、その発祥地がこの杖立て温泉である。4月1日から5月6日まで続く鯉のぼり祭りと呼ばれる。このイベントは昭和55年頃より始まっており、開始当初は40匹という少数であったが、現在では3000匹から3500匹が杖立て川を泳ぐように掲げられ、全国から観光客が訪れる。 恋のぼり祭りが終わると、杖立て温泉祭が5月27日28日の2日間行われ、夜になると温泉街の特設舞台で、杖立ての清掃年による芝居が2日間行われる。この歴史は古く、源流は明治時代にまで遡るという。以前は温泉街上げて行われ大変な賑わいだったが、近年は夜の芝居のみとなっている。そして、その昔、 竜が大暴れしたという伝説が告げたてにはある。以下で記載するバス路線はいずれも非常に本数が少ないため時刻に注意。ありがとうございます。